時刻は十時を回りました。この時間はジ,ジノンインフォメーションをお届けします。ジノンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を。司法宜野湾からお伝えいたします。この番組は宜野湾市の提供でお送りします。まず初めに。 ゴミの減量化に取り組んでみよう。ご家庭から排出される燃やすゴミの中身の約4割が生ゴミ、約3割が紙類と言われています。また生ゴミの70%から80%が水分と言われています。このことから生ゴミと紙類を原料リサイクルすることで、 燃やすごみを大幅に減らすことができます。生ごみはなるべく濡らさない。しっかり水を絞る。紙類は小さな紙切れや使用済みの封筒などはまとめて挟んでリサイクル。またお盆の時期は粗大ごみの受け付けが大変混み合います。 出すものがお決まりになりましたら、早めの受付をお願いします。回収のご案内日が10日以上先になる場合もあります。お問い合わせは、環境対策課、清掃指導係、電話89、893-4411、内線487、 生ごみで手作りの堆肥を作り家の庭やベランダで花や野菜を育ててみよう。夏休み親子ダンボールコンポスト講習会のご案内です。日時は8月12日金曜日2時から場所は中央公民館市民会館2階です。 対象は、宜野湾市内在住の小学4年生から6年生とその保護者。応募人員は25組です。なお先着順です。お申し込み方法は、申請用紙に記入して、ファックスか環境対策か窓口へ直接申し込みしてください。申請申し込み用紙は、 環境対策か窓口か市のホームページからもダウンロードできます。お申し込み期間は8月5日金曜日までです。当日は参加者全員に機材、生ゴミを堆肥に変える材料を一袋申請します。ダンボールコンポストとは、コンポストとは堆肥のことで、 家庭から出る生ごみをダンボール箱を利用して堆肥を作ることです。ダンボールコンポストを利用することで生ごみを堆肥化することができます。お問い合わせは電話八九三四四一一環境対策課清掃指導係まで。次に。 あなたにもできる支えがきっとある。市消防団員募集のお知らせです。消防団員を募集しています。性別は問いません。地域の防災活動に参加いただける方お待ちしています。募集人員は10人以内。応募資格は宜野湾市内在住または在勤する者。18歳以上の者。 郷土愛に満ち、防災の担い手として、志、健康で、身体、剛健なもの、3年以上継続して団員として活動できるもの、入団手続きは、入団希望者は、消防団に指定の申し込み書を提出。 団長及び副団長が面接を行い、応募資格の要件を満たすものを選定し、入団の決定を行います。お問い合わせ先は、宜野湾市消防本部警防課。電話89、896-2548。次に、第66回、社会を明るくする運動。 大会開催のお知らせです。すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの公正について理解を深め、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。この運動を推進するため、中部、南保護区、保護司会、ご市町村、浦添市、西原町、 中城村北中城村宜野湾市により行われ今回は宜野湾市で開催されます日時は7月21日木曜日2時から場所は宜野湾市中央公民館市民会館2階ですお問い合わせは市民生活課電話内線431 または434次に夏休み子ども自然観察会参加者募集のお知らせです比べてみようやんばるのきれいな川と私たちの宇治止まり川日程は7月28日木曜日名護市玄加川 朝9時から夕方5時7月29日金曜日宇治止川9時から3時役所本庁本庁舎玄関前に9時までに集合バスで移動します悪天候の場合は翌週に順延します対象は ギノワン市内在住の小学4年生から6年生。定員は30名です。お申し込み期間は7月22日金曜日までです。お申し込み方法は、環境対策課までお電話、または各小学校にある参加申し込み書に記入し、帰え、持参、 またはファックス送信などでお申し込みください。お問い合わせ先は、環境対策課。電話、内線、457。次に、上等文、使う喜び、県産品。7月は県産品推奨月間です。県では、 県産品の使用奨励と需要の創出による景気の維持拡大を図り経済の活性化を促進するため産業界消費者行政など全県民と一体となって県産品奨励運動を展開しています今年度は県産品の素晴らしさを PR するため上等文 使う喜び、検産品の標語のもと、検算品の使用奨励に関する広報キャンペーンや各種事業を実施してまいります。皆様には、本月間を機会に、今一度、検産品の良さを再認識され、これまで以上に愛用していただくようお願い申し上げます。お問い合わせは、沖縄県商工老 商工労働部ものづくり振興課。電話866-2337。または、沖縄県工業連合会。電話859-6191。次に、トランポロビックス。 教室参加者募集のお知らせです宜野湾市琉球大学連携事業ミニトランポリンの上で行う有酸素運動エアロビックスです歩いたりステップを踏みながら全身運動を行い同時にバランス能力を高めることができます日時は全4回毎週水曜日で8月2431 9月7日、14日です夜7時から8時半場所は市保健相談センター2階ホール対象は20歳から74歳までの運動制限のない方講師は琉球大学医学部助教授小尻博士 定員は15名。市民優先枠は10名。市外枠は5名です。受講料無料。募集期間は7月25日から8月12日金曜日です。電話または窓口にてお申し込みください。お問い合わせは、保健相談センター、電話898-5583。 次に、仮称森川保育園、会所に伴う入所案内の、入所の案内です。平成28年10月1日に、仮称森川保育園の会所を予定しています。それに伴い、入所希望者を募集します。期限までに新規申し込み及び入所の希望園の 変更申し出を行った方が追加の入所案内の審査対象となります。受付期限は7月19日から8月12日金曜日までです。受付時間は9時から5時。受付場所は市役所1階、保育課。対象児童は 宜野湾市民で生後3ヶ月から小学校就学前までの保護者の共働きなどにより保育を必要とする認定を受けた児童です案内予定人数は0歳児12名1歳児15名2歳児17名3歳児18名45歳児18名です 育児休業中の方は平成28年10月31日までに職場復帰をする方が審査の対象となります復帰日の変更をする方も上期期限までに職場復帰日変更後の記載がある勤務証明書を提出してくださいお問い合わせは保育課内線電話内線176または178 次に、みんなで支える介護保険。65歳以上の方へ、7月上旬に介護保険料の通知書を発送しています。介護保険制度は、40歳以上の方が納める保険料と、国、県、儀能安市からの公費を財源としています。平成28年度の介護保険料の決定に伴い、 65歳以上の被保険者の皆様へ年間の介護保険料額の通知を7月上旬に送付します。保険料の額、納付方法などは詳しくは司法技能案をご覧ください。以上、事能インフォメーション。 この時間は宜野湾市の提供でお送りしました。